はい、皆様こんにちは、私の名前は有馬憲人と申します。1985年宮崎県生まれの男でございます。これまで私は2年半にわたってですね、沖縄県の西表島というところで飲食店のアルバイトをして、生活してまいりましたが、本日ですね、拠点を長崎県の西海市というところに移しまして、新たな拠点ということで新天地を2枚って、そういう記念の日でございますので、こうして、西海市の海の見える景色のいいところで、動画を撮ってみようと思ったわけであります。私はこれまで、大学で英語を勉強しまして、さらに大学院で、ファイナンスについて勉強してまいりました。勉強したといっても大した成績は残しておら、おらない、大した成績は残しておりませんし、大した学生ではなかったですけれども、勉強が好きだったというのは間違いないことです。英語を勉強するのも好きだったし、ファイナンスについて勉強するのも好きでした。学生を卒業したのはもう30歳に過ぎた頃でした。それから東京の外資系の企業で働いてみたり、テレビ局で働いてみたりも したんですけれども、長続きはせずにですね、タクシー乗務員として、東京で、6年近く生活してまいりました。タクシー乗務員を辞めてですね、西表島、沖縄県の西表島に移ったのが2年半前のことだったということです。職を転々としているという時点ですね、不甲斐ない、自分のことが不甲斐ないなと思うことも間違いないことでございます。ただ、こうして、新たに、長崎県西海市というところに、新天地を求めまして、西海市でですね、若者が寄り添って、古民家に住んでいるシェアハウスというところに入ることになりました。かなり自由な生活ができるんじゃないかなと思っております。そういうふうに、期待と不安が、入り混じる、そんな心境でございます。ご覧の通りですかね、大変海が綺麗で、景色が素晴らしいところでございます。こうして海を眺めていますと、私はいろいろなことを考えるわけですね。過去のことであったり、自分のこれからのことであったり、考えていると、じゃあ何を考えているのかと言われるとはっきりしないわけでございます。ひょっとしたら物を考えているというよりかは物を感じていると表現した方が正確なのかもしれません。先ほども述べましたように、私は大学でですね、いろんなことを勉強しましたけれども、大した成績は残しておりませんし、学業的に正確なことは何もやっておりませんが、ただやっぱり、私は考えると、物を考えるということと、物を感じるということの違いについて、思いを馳せているということ自体は事実なんだろうと思うわけです。正直言って、しょうもない男なわけなんですけれども、それでもですね、自分の考えていることですとか感じていることをですね、皆さんと共有して、世界について、宇宙について、そして自分についてですね、いろいろと皆さんと考えていけたら素晴らしいことだなと、そう思って、こうして動画を撮ってみたわけでございます。マイペースに動画を撮ることになるかと思うんですけれども、
どうか皆さん、継続してご覧になられていただけたら大変、幸運なことでございます。どうぞよろしくお願いいたします。私は今、西海市の海辺に降りてまいりました。こうして、浜辺に佇んでですね、いろいろと物を考える、物を感じることがとても、そういう時間がとても大好きです。まあ、どんなことを今思っているかと言いますと、そうだな、葛飾北斎ですね、彼は本当に、波の様子をですね、つぶさに観察して、あの有名な波の絵をですね、描いたと。そんなドキュメンタリー番組でそんなのを見たことがございます。先ほど私は世界について、宇宙について、そして自分について、話してみたいと、 YouTube で、そんな話をしてみたいと申し上げましたけれども、そうですね、私自身は、これまでの、自分を振り返ってみますと、物事を大きく大きく捉えようとしすぎている、そういう傾向が強いような気がいたします。経済学について勉強している時だってですね、マクロ経済学よりも、ミクロ経済学よりもマクロ経済学の方に興味を惹かれました。私が大学院でファイナンスを勉強しようと、そう決めたことの一つの理由にですね、アメリカの大学のとある先生が、YouTube でですね、フリーのオンラインコースを開いておりました。シカゴ大学のロバート・J・シラー先生という、まあ、ノーベル経済学賞を取られた先生なんですけれども、まあ、その先生が毎年、開講している大学の講義が、今でも YouTube で見ることができます。確か、Econ 255とおっしゃってました。経済学255項と、訳すとそういうことになりますでしょうか。もうとにかく、YouTube でですね、ECON 255ですね、 ECON 255と検索したらおそらく出てくるであろうと思うんですけれども、まあ、それは置いておいて、彼はですね、その講義の中で、どうしてファイナンスという学問分野が重要になるかということをですね、説いていらっしゃったわけです。まあ、その中で私がハッとして気がついて、今までに私はそれを考えてなかったなと、ハッとして、気づかされた一言がありました。それは英語で確かこんな風に言ってたんですね。I like thinking about details. Things happen in details. 確かこんな英語だったと思うんですけれども、訳せばですね、私は詳細な事柄について考えることが好きだと。詳細な物事を、詳細に物事を考えることが大好きだと。なぜなら、物事というのは、事物というものは、詳細な領域で発生しているからであると。そんなことをおっしゃっていらっしゃったわけです。物事を大きく大きく捉えようとしすぎる、そういう傾向のある私にとってですね、自分が浸水が若くて浸水していたアメリカの大学教授がですねおっしゃったその言葉は、大変、今でも自分の中で、大切にしていている言葉であります。まあ、学問、
学問で物事を話すことと、まあ、私の個人的な話をすることとは全く別のことなのかもしれないんですけれども、ただ、大きなことを考えようとするのはもう私の性分としてすで、に備わっていることだと思うんですね。ですから日常で起こること、さまつに思えること、こんなことを考えたってくだらないなと、そう思うようなことの中にもですね、そういうさまつな事柄の奥にも偉大なる宇宙が影を潜めているのではないかなと、そんなことを思うことがあるわけです。ですから私がこうして皆様の前でお話しするときもですね、なるべくこんなことを話してもくだらないなと自分でも分かっているんです。さまつなことなんだろうなと、そう思ってしまう、そういう性分の人間ですから。ただ、そういうなんだろうな、あらゆるものをくだらないと思う自分を抑えてですね、詳細なこと、さまつなこと、小さな事柄の中に何か重要なことが潜んでいるんじゃないかなと、そういう心持ちを大切にして、ものを考えてみたい、ものを感じてみたい、この海辺の波のさざめきを聞きながらですね、今日そんなことを考えたわけであります。Things happen in detail.